シーケンシャルサーキットの製品シーケンシャルサーキットはアメリカ合衆国カリフォルニア州にあったシンセサイザーを主力製品としていた楽器メーカー。1970年代中盤にデーブスミスラによって設立され、1987年にヤマハによって買収された。社名は創業時シーケンサーの販売を行っていたことが由来、日本では森平楽器が代理店だった。 1970年代中盤に他社製シンセサイザーをコントロールする CE 検査の製造販売などを行う会社として設立され、1978年冬に開催された NAM においてポリフォニックシンセサイザーであるプロフェット5を発表。それ以前に発売されていたシンセサイザーは音色を本体メモリに記憶させることができず、発音数も 単音のものが多かったが、同期は音色本体にメモリ可能とし、また同時合音発生可能という当時としては画期的な性能を持っていた。またポリモジュレーションという独自の機能により特徴ある音色を作り出すことができたことから多くのミュージシャンに使用され、同社を代表するヒット製品となった。1980年代に入ると、ローランド、ヤマハなどと共に、 ミディ企画を総案、1983年のラムにおいて、世界初のミディドラフト企画対応シンセサイザー、プロフェット600を発表。さらにベロシティアフタータッチ対応のプロフェット T8 や、マルチティンバー対応のシックストラックなどを発売した。あと、1986年には、世界初の二次元ベクトルシンセシス方式シンセサイザー、プロフェット VS を発売した。 だがこの頃から資金繰りが悪化して1987年にヤマハに買収され、プロフェットの商標は2007年までヤマハが保有していた。パーツはワインカントリープロダクションが買い受け、修理や改造を受け負っている。ベクトルシンセシスの技術はその後ヤマハでもシンセサイザー、SY22 トーンジェネレーター、TG33 として製品化され、またスタッフの一部は、 コルグ USA の開発部門に移籍し、同じ音源方式を持つウェイブションの設計に携わった。同期の開発にはもアドバイザーとして参加している。技術マニュアル全般担当のスタンリー・ジャングリブは、ミディ企画配布元今、創立会員として、インテルアーキテクチャ研究所でセミナーを行い、それが縁で、インテルのために、ゼネラルミディ企画のソフトウェアシンセサイザーを開発する。 会社シェアーシステムズを設立した。同社の成果は1994年、コンベックスのインテル会長講演で披露されたが、インテルはその後マイクロソフトとの競合を嫌って、同分野から撤退している。有力なクライアントを失ったシェアーシステムズ社は、1995年、デイブ・スミスを社長に迎え、1九9六年、サウンドブラスター六十四付属の 物理モデル音源、クリエイティブウェイブシンスの供給で商業的成功を収め、1997年には本格的ソフトウェアシンセサイザー、リアリティを発売した。デイブスミスは21世紀に入ると、デイブスミスインストゥルメンツを創業、プロフェット VS で使われていたデジタル波形を搭載したデジタルアナログハイブリッドシンセサイザーのエボルバーを発売した後、二千七年には、 プロフェットの名を復活させたプロフェット08。2013年にはデジタルオシレータを採用したハイブリッドシンセサイザーのプロフェット -12。2014年にはプロフェット -12 のモノフォニック版であるプロニを発表している。2015年にはシーケンシャルの商標をヤマハから譲り受け、シーケンシャルのロゴを搭載した純アナログシンセサイザーのプロフェット -6 を 発表、2016年には、トム・オーバーハイムとの協業により OB-6 を、発表、2017年には、プロフェット08の改良後継機であるプロフェットレブ2を、発表、2018年には 8DO との協業による、大容量 PCM、オシレータを統合した、シーケンシャルプロフェット X を発表するなど、毎年精力的に、新製品を発表し続けている。 2018年8月31日、プロフェットマイナス5発売40周年を記念して、社名をデーブ・スミス・イントルーマンツからシー・イケンシャルに変更した。ありがとうございます。